はい、皆さんこんにちは。はい、魔法を信じる会の時間がやってまいりました。今回ですね、シュート君が、まあ、とりあえずっていうわけではないんですけど、小林さんと一緒にね、うちの一番弟子二番弟子が、北欧の方、ノルウェーとかね、まあ、簡単にデンマークだとか、まあ、そっち、スウェーデンですか、そっちの方に、出発しました。で、いろいろ考えましたね。ぜひね、私もね、やっぱりそういう意味では、今いろいろ教えたいこともあるので、世界中だけではなくてね、日本中も回ってみたいかななんてあるので、ツアーの話をちょっとしたいと思います。シュート君のツアーや今までのツアー、私も動いた世界中の話、それを含めてね、皆さんがツアーを考えるとき、行く側の心構え、呼ぶ側の心構えね、そんなことも含めて大量に語ってみようではありませんかということで、今日は一人です。まあ、ツアーっていうとね、すごい体力いるんですよ。それも含めてね、行ってみたいと思います。それでは今日も頑張って行ってみたいんですが、はい、大丈夫かな。今ね、データ探してるんですけど、あったら行きましょう。はい、ありました。それでは、魔法を信じる会です。どうぞよろしく。ですね、まあ、そのツアーっていう言い方をするんですけど、例えば今シュート君が言っている、それをシミュレーションしてみましょうか。シミュレーションね、ちょっと待ってください。あ、これ違うエクセル上げちゃいましたね。まあそれは関係ない。横のエクセルをクリックすればこっちが上がると。はい、出発したのはですね、まあ、小林さんが出発したことから考えましょうか。2月の6日、これに成田からラックスっていうのはロサンゼルスのエアポートまで来ました。ここまでまあ9時間ぐらいですかね。そしてまあシュート君が迎えに来まして、ここで2日調整しました。当然なんですけどね、一発っていうのはなかなかストレスがあるんですよ。一発で全部動くとね、とにかく飛行機に乗ってる時間って長きゃ長いほどエコノミー症候群というのがあるように、だからそういう意味も含めまして、まずロスで2日ぐらいゆっくりしていただいて、ここでね、実はボケを修正しないんです。で、ボケたまま早朝寝ないで、今度はですね、8日かな、8日の朝の、8時半のフライト、これでね、出発するんですね。で、これはロサンゼルスの空港、ここまで行って、ここから、ニューワークというところに行くんです。で、これね、5時間ぐらい乗るんです。このニューワークっていうのは、ニューヨークの、すぐ隣っていうかね、ニューヨークと同じエリアにある、ニューヨークと別の空港、羽田と成田みたい。で、もっと近いかもしれませんね。そういうような空港がありまして、そこに行きます。で、そのニューワークから、今度ヨーロッパに飛ぶんです、初めてね。一応、スターアライアンスで、当然、全部、ユナイテッド航空で繋ぎました。この理由は簡単で、一つの航空会社に大量に、まあ、チケットを使って、ゴールドメンバーとかなっておくと荷物の量も増やされることができますし、あとはなんていうのかな、ラウンジとかそういうのも自由に使えると。これはまあ重要なことだということでね、行きました。そしてそこからオスロかな、ノルウェーだかな、に行きまして、これ着いた時はもう何時間ということでしょうかね。このオスロに着く時はもうそこからも8時間以上乗ってるわけだし、結局20時間ぐらい乗るんですかね。はい。それで到着すると。はい。そしてそのオスロからまた国内線で、行くわけですよ。で、最終的に、これはね、トロンディアムってのかな、トロンダイム、ディウム、わかんない。はい。そういうところまで行きました。ここまでが今度は、TRD ってところまで行くので、これは国内線使います。初めてここで一段落なんです。ね。ここに着きますと、現地時間ね、こちらと9時間、差がありますので、プラスなんですよ。だから、プラスということは、深夜朝方ぐらいに向こうに着きまして、それがお昼ぐらいと。初めてそこで1日休養するんです。大変でしょ？ね。そしてそこから翌日、ノルウェーで、そのトロンダイムというところでレクチャーをやりまして、まあ、レクチャーをやって、その翌日はまたすぐ動いて、これはね、フライトでまた動くんですね。そして今度は、ノルウェーのですね、これはサンデフェジロアドってとこ言うのかな。そして、その翌日も今度フライト、あ、その翌日はフライトじゃなくて、前はフライトで、前はね、電車だ。はい、で、行ってフライトで、そして次がオスロです。こうやって3日ぐらいやるんです。さあ、そこから今度ね、またね、移動が入るわけですね。今度はスウェーデンに移動して2日間。そして、今度はそれから、その後は、ストックホルムまで移動しまして、やって、最後はデンマークですか。結局これで帰ってくるのが、到着するのがですね、21日の13時50分で、それから3日ぐらいゆっくりして24日に小林さんは帰るんですね。で、この間に回るのがノルウェー3カ所、スウェーデン2カ所、あ、3カ所ですね。そして、デンマーク2カ所かな。こんだけ回るんです。3、4、5、6、7、8、8レクチャーをやるってことですね。こうやって我々は教えて、これはまあショーではないので、まあレクチャーショーはやりますけどね、
クロースアップの販売をしたりとかいろいろ頂いています。今回の目玉はもちろん忍者リングと形状記憶マット剥がれないバージョンってやつですね。はい、これはもう最高のバーあのマットですね。使ってますと形状記憶だけではなくてマットの表面と裏のね支え面が剥がれるでしょう。これもないです。だから、全然悪くならないってんで有名なマット、これが売り物。あとはシンブルですね、割れないシンブルとか、まあ売る商品がいっぱいあるので、売り上げは正直言って楽しみということですね。さあこんなことをやって、帰ってくるんです。で今度逆の立場ね、呼ぶ立場はどうでしょうって言ったら、呼ぶ立場に一番皆さんに言いたいことはね、例えばね、神田川さんを例えば日本に呼ぶとしましょう。例えばね、そうすると何かのついでに呼ぶのがいいです。とあの海外の人たちっていうのは私の航空券とかそういうまでやらなきゃいけない場合もあるし、いろいろ大変でしょうけど、何かのついでに呼びましょう。そして各都市は、移動の例えば交通費それとかそういうことを考えたときに、そうだな、ディーラーの売り上げだけじゃなくて何箇所かのマジックの団体と一緒に協力するといいですね。例えば北海道だったら2箇所3箇所回れば、各箇所で、例えば20人ずつ集まればなんとかなっちゃいますよ、ね、そうすると我々は飛行機代とか電車代も出せるんで、ね、で1人が5000円ずつ出し合えば、たっぷり1日私を使っていい。これすごいですよ。マジック見せてもいいし教えてもいいし、ね、それでワークショップってのは別にありまして、例えば本当に一つコアの部分だけをやると、これもまた例えばねレクチャー代がと合わせていくらとかもう組んで皆さんが組んでくれればいいんです。で当然のことながらもっとお金をね使っていただいて、それを例えばそうだな、何かにうまく流用してどっかのマジックバーでやってもいいじゃないですかね。そういうことも含めたときに、例えば超過料金なんてそのプラス1万円ぐらい出していただければ、ということはどっか1箇所やって、そしてそうだな20人集まれば1つのマジック団体が6万円で使い放題使えるんです。私だったらね、シュドウだともうちょっと高くなるけどね今ね。はい、そして3箇所4箇所回してくれたら、私の世界の経験から全てのマジックを本当に惜しみなくお教えします。で当然もう一つね、あの楽しみなのは、そういう時のね、販売物ってあるでしょ、いろんなもの、それねみんな安いんですよ。流通期間通してないから、わかります、デパートだとか東急ハンズとかね、また通販の通してない、直接持ってくから安く買えます。だからそういう時にも狙って企画していただけるといいんじゃないかななんて思うんですよね。はい、で、正直言ってそのレクチャーというものというのはどんなことをするかというと、本や、またはねそうだな、ビデオ DVD では覚えられないこと、現場に本人がいるから直接対話形式、質問形式、ましてやその技術を例えば一杯飲みながら直してくれって言ったら、私もう酒好きでしょ、簡単に言えば嫌っても直しちゃいます。正直言って、リングに関することは、これはもう当然ね、私以外の方で、忍者リングが本当にできる人って、習得でも無理だし、小林稽古でも無理な部分がいっぱいありますよね。そこを、解説することができるし、当然フォース、ありえないメンタル、もちろんあのマジックのテクニック、パス、パーム、フォース、全部そういうような解説が見れると思っていただいて、あとコイン、そして世界のマーシャのヒストリー、私も本当30年から40年来いろんな世界の国の人と付き合っているので、そんな形からの話、ダイバーノンの話、何でもありですね。ラリー・ジェニスの番組作った話もいっぱいあります。だからもちろんですね、流通には流せない秘蔵の DVD とかも販売できちゃいます。はい、もちろんそのとこに、その時にいろんなアイテムなんかも通常並べられないものとかありますよね。それ考えたらぜひ例えば日本でも呼んでいただければ嬉しいなと思いますね。本当は日本中回りたいですね、引退までね。もうね、あと引退までね、65歳で引退、もうすぐ60なんですけど、かといってね、体力的にやっぱり回れる時とか気力があるじゃないですか。それを考えた時にチャンスはここだっていう気がしますね。皆さんとね、本当にマジックの話をしたり、もちろん修徳もですよ。修徳はこの間あの北海道の方回ったり、大阪とか名古屋回りましたけど、それ以外のところも回る可能性があります。ただ、修徳の場合は、やっぱりどうしても修徳が一月動くっていうことは、最低限いくら、アメリカの会社に落とさなきゃいけないっていうのがあるので、そんな簡単じゃないんです。だからヨーロッパとか、ある程度取れ高のいいところに行っちゃうんで、そういう意味では、もちろん修徳を育て上げました神田川さんの、レクチャーというのも非常に楽しいんじゃないかと思いますね。はい、皆さんね、前に本当2人のね、静岡の学生だったかな、高校か大学の子が、僕と修徳を呼んでくれました。本当にね、お金がないのに食べるものもね、節約して呼んでくれたんです。だからそういうようなね、人たちもいますから、我々は
もう呼んでくれた以上は最高のことをやろうと思っています。まあ今日はねレクチャーについてなんかコマーシャルっぽく聞こえたらごめんなさいね。でもやる方の側と受ける方の側のコツなどもちょっと話したつもりです。ぜひ皆さんと一緒に世界中、まあ今これ日本語でやってますから日本でね会えることをすごく楽しみにしているので、たくさんマジックの話をしたいと思います。コンベンションもいいですよ。でも、プライベートレクチャー面白いじゃないですか。いろんなレクチャーがありますからぜひ読んでくださいということで、今日は終わりたいと思います。一人で話しました。それではまた来週さよなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。